レフティグローブ、サンディ・コーファックス、ノーラン・ライアン、ランディ・ジョンソンは複数回記録した投手。三者連続三球三振を記録したメジャーリーグベースボール投手一覧は野球のメジャーリーグベースボール公式戦において1イニングに3人の打者から連続して三球のストライクのみによる三振を奪い。 その三人の打者との対戦だけで、イニングの投球を完了した投手の一覧である。一イニングで投手が9球しか投げず、三人の打者を、それぞれ3球三振に打ち取ったときは、イマキュレートインニングと呼ばれる。この記録は珍しく、サイクルアンダーや、ノーヒットノーランといった、よく知られたものより稀である。94人のメジャーリーグベースボール選手が、計103回記録している。 初めて記録されたのは1889年6月4日の、ロストン BE ーーターズのジョン・クラークソンによるフィラデルフィア、クエーカーズとの一戦でのことである。レフティグローブ、サンディ・コーファックス、ノーラン・ライアン、ランディ・ジョンソン、マックス・シャーザー、クリス・セール、ケビン・ゴーズマンの7人が複数回記録、コーファックスとシャーザーの2人が3度記録している。2017年には、 年間史上最多となる8度記録された。記録した94人のうち72人が右投げ、22人が左投げ。ロジャー・クレメンス、ボブ・ギブソン、ランディ・ジョンソン、ペドロ・マルティネス、ノーラン・ライアンは3000奪三振クラブ入りを果たしている。スロー・ピース・アーストン、ウェード・マイリー、ノーラン・ライアンは新人で記録、うちライアンはアメリカン・リーグ。 ナショナルリーグの両方で記録した唯一の投手。ダニー・ジャクソンはワールドシリーズで記録した唯一の投手。アメリカ野球殿堂には12人の選手が殿堂入り、そのうち5人は1回目の投票で選出された。ゼネラルスペーシフィック。ありがとうございます。